ヤフーニュースに解散のニュースが載ってましたので、ご案内いたします。祭りの露店で人気ゲーム機を景品としたくじを大量購入してみたところ、一回も当たらないくじが出なかった。ある YouTuber が投稿した動画が話題になっている。4月3日公開の動画の再生回数は4月5日正午の現在で580万回を超えている。動画には男性 YouTuber とその仲間が祭りにやってきて、任天堂スイッチや人気ゲーム機を景品としたくじの露店でくじを大量に買って当たりくじが出るか検証する様子が映っている。15万円分1回300円のくじを買っても当たりくじが出なかったことから YouTuber が問いただしたところ、店員はもう出てるかもわからないという説明を繰り返すだけ。YouTuber は皆さん覚えておいてくださいね。当たりないですからね。と言い放っている。露店のくじでそもそも当たりくじがない場合やほとんど当たる見込みがない場合、法的にどんな問題があるだろうか、足立弁護士に聞いた。300円のくじで任天堂スイッチが当たることは法律上ありえない。仮に当たりくじが現在存在しないため、景品を渡すような事態が起こり得ないことを知りながら、店先に景品を展示し、さも当たりくじが出ればその表示に従って景品を進呈するかのように装い、くじ、外れ、空くじを販売していた場合、刑法上詐欺罪に当たります。法定刑は10年以下の懲役です。こうした商売は、祭りを仕切る反社会的勢力との関係も指摘されています。露店のくじの販売が団体の活動として組織的に行われた詐欺に該当する場合というのは、にわかには想定したがいのですが、この場合、組織犯罪処罰法の組織的詐欺に格上げされます。法定刑は1年以上の有期懲役と重くなります。足立弁護士はこのように述べる。民法の観点からどうだろうか。民法の観点から検討すると、当たりくじがあるものと誤信してくじを買った、購入したところ空くじしか入ってなかったということであれば、客は錯誤無効を主張して全額の返金を求めることができます。他の法律で問題になることはないだろうか。仮に真実の当たりくじがあったのだとしても、別の法律に引っかかる可能性があります。例えば、くじの露店の店先やアミューズメント施設の箱の中に、景品として最新のゲーム機のなどが並べてあるのを見かけますが、景品表示法上、くじの景品は取引価格の20倍までと定められております。したがって300円のくじの景品は6000円までとが上限です。300円のくじの場合、例えば任天堂スイッチなどの景品の最新のゲーム機が当たることは絶対にありえないと考えた方がいいと思います。